やっと気づきましたね。見栄のための名誉なんて割に合いませんからね。はい、大楽の元です。今回の話題、韓国産真っ青、先進国認定後の重責に早くも焦る。既存の先進国は当然こうなると予測済み。そして今回ご紹介する大臣の声、スポーツ不正疑惑だけではない韓国に対する大臣の本音、今回は正論のオンパレードであります。まずは韓国政府が先進国入りしたということで、韓国政府の声をメディアが報じております。韓国のムンジェイン大統領は6日、国連加盟国の全会一致で我が国は名実ともに先進国という点が国際的に認められたとし、国民も血と汗で成し遂げた誇らしい成果という自負心を持ってほしいと述べた。驚くことではない。昨年1人当たりの国内総生産 GDP は31,497ドルで、主要7カ国 G7 のイタリア31,288ドルを追い抜いた。先進国への地位変更が現政権が自ら申請して会議で決定された点を考慮しなければならない。過去の政府は国際機構で開発途上国地位に与えられる恩恵を考慮し、わざわざ先進国への地位変更は申請しなかった。外交部関係者は十分な資格と条件を備えたと判断して初めて先進国に地位変更を申請したと説明した。ただし先進国としての役割を果たすため、それなりの費用請求も手にすることになった。先進国は開発途上国に比べ関税率や農業補助金を大幅に下げなければならない。対外経済政策研究院のソ・ジンギョ上級研究委員は、民主主義や北朝鮮人権など国際社会が重視する無形の価値を守ることにも積極的に出なければならないと話したということでありますけれども、まあ先進国認定おめでとうございますと、まずはね、そういうところでありますよね。よかったですね。そしてまた分かっていらっしゃいますよね。これから大変だと思います。これはあくまで一つの記事ですから、これね以外にもいろいろとね、韓国国内で今のは中央日報日本語版の記事でありますけれども、その他にもいろんなね報道がされているとは思います。ですからこの記事だけを見て今の韓国の姿勢だとするのは正しくないかもしれませんけれども、しかしね、この記事を見る限りにおいては韓国のものの考え方の一つの代表例ということになるのではないでしょうかね。なぜかと言いますと、結局ここでも自分たちのことばかりなんですよね。失う恩恵とこれから負う責任義務が面々と綴られているという感じであります。今後は国際間で一度結んだ条約や協定合意は守り通さなければなりませんよとかね、そういった話は間違ってもここではね言わないんでしょうね。はい、他の記事はね先ほども言った通り分かりませんけれども、もうやめるなら今だと私はね思うんですけれども、本当にこれでやっていけるんでしょうか。だからこれからどうしようということもあって、文さんは日本の菅首相のところへ何としてでも会いに来たいのではないでしょうかね。先だっての G7 で韓国様ご招待もねありました。これもそうですけれども、今回の先進国入りに関しても諸外国が一致で承認したと言ってますけれども、どうも韓国さんまんまと抜けられない、そんなね罠とは言いませんけれども、そういう状況に追い込まれたのではないでしょうかね。証拠はありませんからね、私も滅多なことは言いませんけれども、これはあくまでね私の想像としてお聞きください。まあ最後にね、一つもう一つおまけのニュースもね今回ご紹介しますけれども、まあお笑いにもならない
そんなニュースで恐縮ですが、恐縮ですと言っても私が発表した記事ではありませんのでね、そういうことも言えませんけれども、ちらっとねここでご紹介します。韓国野党代表日本大使に深いお辞儀をしなかったのはわざと、こういう記事のタイトルであります。もうこれでね、もうほとんどどんな内容か分かってしまいますけれども、李代表は愛護したい人と握手する際に自身のトレードマークである90度の深いお辞儀をしなかったという。私が90度のお辞儀をよくするので、党の役員から日本大使に会うときは少しだけ下げるようにしてと言われていたと説明したという。これに韓国ネットユーザーからは、正しい判断、李代表は国民の望みをよく分かっている、韓国国民なら当然のことなど、好意的な声が寄せられているというね、こういう記事でありますけれども、まあね、何ですかその90、トレードマークの90度の深いお辞儀って何でしょうね。それね、気持ち悪いですよね。そんなのやられたって別にね、日本人は嬉しくも何ともありません。本当かなっていう、何て言うんでしょうね、嘘っぽく見えるんですよね。まあこれはあくまで日本人の感性でありますけれども、嫌ですよね。そんなことされたってね、ちっともね、ああ相手はね自分に対して敬意を払っているんだななんて素直に思えません。まあ国際間でありますからね、本来であれば握手だけで十分ですけれども、まあアジア人同士ということで、まあ軽い会釈を添える程度で良いのではないでしょうかね。私はそのように思います。こんなレベルですからね、まあたとえこれがちょっとした政府による、例えばイメージ演出作戦、そういうものがね、どの国にもあると思います。陰でね、じゃあこの後はこういうふうにしてくださいねとか、まあ、ニコッとしてくださいねとかね、必ずどの政府にもそういうね取り巻きがいると思います。ブレーンがいると思います。それは分かりますけれども、ただその台本をですね、自ら喋ってネタばらしをしてそれを自慢する、まあね、これでは台無しなんですよね。本来本当にこんなことで世界の舞台中心でやっていけるのでしょうか。まあこれから先進国になるぞということで大喜びしている韓国さんの話題でありましたが、そのほとんどが、先進国のほとんどというのはやっぱり欧米社会、そしてね支援の手を差し伸べる相手の国、発展途上国、開発途上国と、そういう国々も様々あるわけです。そういうことで今回はそんな視点も踏まえながら、とあるタイ人のこのようなスレッドを皆さんとご一緒に見てまいりたいと思います。まずは投稿主ですね。タイ人には韓国は好きではないという人が多いと思います。なぜなら私たちはいろんなことを知ってしまったから。ところで欧米の人たちは韓国についてどう思っているのでしょうと、こういうね投稿であります。これにどんな返信があるかと言いますと、タイの工業界で出会う韓国人は本当にタイ人を見下しています。一方欧米人や日本人はそういう露骨なことはしません。結果的に今日のタイ社会では韓国製品やファッションから離れる人も増えた。しかし私たちも近隣諸国の人を時に見下したりしないよう自身を振り返るべきですというね、こういうまずはコメントであります。最後の反省は隣国同士のね話であります。要はタイ人は隣国さんについてちょっと見下してるんじゃないのと、こういう話でありますけれども、これはねあくまで隣国同士の、近隣国同士の歴史も絡めた話でありますからね。まあ、日本についてもね、本来韓国さんにね言われる筋合いないんですけど、特にタイにおいては韓国さんからね歴史を遡って何か言われるという筋合いはほとんど全くないと私は思います。はい、それから次、韓国を嫌う国は他にもあります。ASEAN 諸国に対しては皆侮辱的だと思いますということです。これも事実でありますね。台楽の窓のこれまでの動画でいろいろとたくさんご紹介してまいりました。はい、それから次、第二次大戦の歴史はありますが、私の個人的な経験上アメリカは日本ではなく韓国が嫌いだと言います。彼らはよその国に対してどこでも大声で無遠慮な発言をする、その場の雰囲気をぶち壊す、
他の国の人々とは違いますと、こういうコメントであります。それから次、イタリアもそうですね。もう何年も前から韓国の会場で行われたサッカーワールドカップ以来ということでね、これは2002年の話ですよね。はい、それから次、まあ確かに多くのタイ人は韓国が好きではないと言うでしょう。なぜなら多くのタイ人が日本ファン、熱狂的なオタクだからというね、こういうコメントでありますけれどもね、まあこれもね一理あると思いますよね。それから次、日本も中国も韓国は好きでないと思います。そして私も。なぜなら韓国は何でもパクって自分で勝手に名前をつける、偽りの歴史を作る、文化的侵略も盛んで日本のテレビ局も購入した、不正もする、私は嫌韓です、サムスンは買いません、でもオンラインゲームだけは一番だと認めますと、こういうコメントであります。日本のテレビ局買ったというよりも出資ですよね。まあですからそういうことになるんでしょうかね。はい、そういうことをまあいろいろとね、近年ね出資比率の問題でいろいろとニュースに上がりましたよね。うん、これも大変な問題だと思います。私たち日本人にとってはメディアですからね。それからオンラインゲーム、これよく言われますね。私はちょっとねオンラインゲームのことはよくわかりませんけれども、やっぱりね優れているんでしょうか、あちらのゲームについてはですね、どうなんでしょうか。それから次、韓国人も多く住む都心のコンドミニアムで何か問題があれば大抵韓国人だと思って間違いありません。部屋から物を投げる、人の駐車スペースに車を止める、周囲の迷惑を顧みず騒音を立てる、賃貸住宅の貸主が最も敬遠するのが韓国です。年中人を呼んで騒いでまるで地獄。よくタイではアジア大会やインチョン五輪での不正などを理由に挙げる人がいますが、私はそんなこと以前にそもそも好きではありません。オタクの人たちの気が知れませんと、こういう意見であります。先ほどね日本オタクという話がありましたけれども、その一方でね韓国のオタクという人たちもね一定数いるということは事実であります。まあね、ただこの人が言うこと、まあこれにつきますね。私もこちらに住んで長いですからね、一番当初住んだところがそこはですね韓国の人だらけのコンドミニアムだったんですけれども、本当にこんな状況です。もううるさくてですね、年がら年中人を呼んで、で自分のところの玄関といいますかね、入り口のドアを開けっぱなしにしてそこで騒いでたりするんですよね。人を集めて何を考えてるのかよくわかりませんけれども、エレベーターに乗ったってワン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 騒ぐしですね、もう本当にこういう状況で嫌がるのはわかります。それから次、アメリカでは黒人の暴動があった時、韓国人経営の店が襲撃されました。日本でも韓国ドラマを放映するテレビ局に対しデモがあったと思います。中国も韓国の歴史映画は好きではない。韓国はあまりにも意図してカルチャーを輸出しようとしてきましたということです。はい、これもねこういうことがあったんだろうと思います。特にアメリカではね、これを私が知っているのはもうだいぶ古いロス暴動の時にはね、本当に韓国人経営の店が狙われて襲撃されたというのは覚えております。その後は何かありましたっけかね、ちょっとね私パッと思い起こせませんけれども。そして次、最後のコメントです。私も姉も韓国系企業に10年以上勤めました経験から、今では韓国を好きになれません。以前は歴史ドラマも楽しく見ていましたが、ある時それが全部嘘だと分かって以来 DVD も全部捨てました。幸運にも韓国電化品はサムスンの洗濯機1台だけで、今や我が家で他に韓国製品にお金を使うことはありませんということで、まあ洗濯機がね、あとは1台あるだけで、まあ DVD はね全部捨てちゃったと申したとも、言っておりますけれどもね、この人ね、うん、そんなこと言ってますけども、他にね、別にそう言ってね嫌いだからといって別に捨てるものはないよと、まあ洗濯機はね1台あるけれどもと、こういうコメントでありました。
はい、ということで今日の動画はここまでです。ここのところね、韓国のネタもずっとねたくさん続いておりますけれども、時々ですね他のネタも上げてまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。今回の話題、タイ人のコメントにつきましても、また皆様からのご感想、ご意見、コメントのほど楽しみにお待ちいたしております。またチャンネル登録まだの方はぜひチャンネル登録、ベルマークのクリック、そしてもしよろしければ高評価ボタンのほど何卒よろしくお願い申し上げます。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。